こんにちは。この動画では SSL 証明書の認証とその後の利用について説明したいと思います。私が話している内容の全てはほとんどここの YouTube 動画に入ってます。この動画は非常におすすめですが、英語ですから多分わかる人が少ないかもしれないんです。そのためにいいとは言えないと思いますが、この動画を作ってます。とにかく始めましょう。ここは私です。私は自分のウェブサイトを持ちます。えっ、ー、と、 レイドット JP にしようか。利用者のクレジットカードの番号を要求するから、そのコミュニケーションの暗号化したい。だから、SSL に、ごめん、SSL 証明書がいる。SSL 証明書を作るために、まず、公開鍵、ごめん、ちゃんと日本語で書こうね。公開鍵、鍵はちょっとめんどくさすぎるから、と秘密鍵が必要です。 秘密家具はもちろん誰にも教えないんですね。で、これ作ったら、そのためのソフトがありますけど、それ作ったら、次は、SZ 証明書を作ります。それもソフトがあります。そこに、例えば、公開鍵を入れます。他に、例えば、電話番号。私の会社の電話番号。わかんない。77777。と、もちろん、ドメイン、ネームが入ってる。ま、あ、いろんな情報がここに入ってます。で、次に、この、あ、まず、 これでもう暗号化できた。これをサーバーに保存して、訪問するユーザーはその SSL 証明書をもらって、それによってコミュニケーションを暗号化できます。ただし、本当にト .jp かどうかって、ユーザーは確認できません。つまり、man in the middle、途中で他の人がト .jp のサーバーの真似をするならば、それはユーザーが区別できないんです。だから認証が必要です。その認証を得るために、 この SSL 証明書を CA に送ります。CA は Certificate Authority の省略です。つまり、証明書を認証できるもの。印鑑の押すものみたいな。じゃあ、私たちの SSL 証明書はここに届きました。CA はまず、本当に私たちは A.jp の持ち主かどうか確認する。そこにいろいろ方法があります。それ今、関係ないんです。その確認ができたら、 SSL 証明書、私たちが送ったとか、私 <laughs> 一人だけだから、私が送った SSL 証明書のハッシュを作ります。やっぱり英語、日本語、英語、ちゃんと英語で書きましょうね。はい、ハッシュを作って、じゃあ、あ、ハッシュがわからない人は多分ハッシュを調べた方がいいですね。ハッシュを作って、あの、まあ、適当な数字が出てきます。わからない。こんな感じかな。だいたい12進法で表されます。次に、CA にも、 公開影と秘密影があるんですけど、自分の秘密影を使って、この発祥をさらに暗号化する。わかんない。6666666 66 66が出るとしましょう。EF。それは暗号化されたものですね。で、この暗号化されたものは、認証になります。とか、英語で signature になります。で、その部分の元々の証明書に、 くっつけますで、その合わせた分をまた私に送ります。で、そのやつは私は今使います。それをサーバーに保存しといて、利用者が訪問するときにそれをもらって、それによって入れられてできます。さて、利用者の視点からするとどうなりますでしょうかまず、この上のところを、ご上のところをちょっと小さくしましょう。まだ読めると期待してます。一応ここに線引いときます。なぜこの上のところが必要かっていうと、 あとでわかります。さて、利用者がここに来る。いわゆるユーザーですね。この人は、ちゃんと腕が上ですね。そのユーザーは 0.jp を、こうかこうね。0.jp を開きます。で、まず 0.jp の回答は、SSL 証明書です。この、ちなみにこの先作った証明書です。で、もっと詳しく言うと、二つで一つになった 証明書と認証です。このところですね。両方ここに入ってます。で、念のために言っときますけど、SSL 証明書もらったから実際にもう暗号化できます。今確認したいのは、このト j p に接続したんだけど、この返事したサーバーは本当にト j p のサーバーですかっていうことを確認したいんです。そのためにはまず、上のところだけ取って、切り取って、ハッシュ関数を実行します。 どのハッシュ関数、いろんなハッシュ関数があるんですけど、MD5, SHA1 とかいろいろあるんですけど、どれを使うかというと、この CA が使ったハッシュ関数と同じ関数を使わないといけないです。そこから何かの文字列が出ます。ハッシュが出ます。この場合だと、これが出ます。上と同じ内容がハッシュされて、上と同じハッシュがもちろん出ますよね。次に、このところを、なんていう符号か不暗号か したいんですけど、そのために CA はここ、この部分の秘密鍵で暗号化しました。だから公開鍵があれば逆方向に行けますよね。つまり、不暗号化 <laughs> できます。だから CA の公開鍵を使って何かの値をもらいます。ちなみにここに 666の 66606ef。うつが書いてあると仮定しましょうね。ちょっと省略です。さて、今この2つの値があります。で、この2つ値があって、今これを比べます。ただ同じかどうか確認します。もし同じであれば、このレイドット j p は本当にレイドット j p って言っても、このレイドット j p は本当にこの人です。なんか別のサーバーとかじゃなくて、他の攻撃者じゃなくて、 本物です。本人です。その確認は今できました。じゃあ仮に、このハッシュになんか違う、例えば ee、最後に ee が書いてあった年を。それを比べて、あ、ここ fe って書いてあって、ここ eee と書いてあります。ああ、じゃあ、この上のところは変更されたようですねってなります。じゃあ、信頼できないからやめましょうってなります。一致すれば問題ないです。さて、よく、 気づいた人はこれに気づいたんですけど、CA の公開鍵ってどこから来てるんでしょうね。これ、私、ユーザーとして私のブラウザが使いたければ、なんとかの方法でブラウザに行かないといけないんです。で、なんとかの方法でブラウザに行かないといけないことは、ここ、私のブラウザここは CA。で、なんとかして、ちょっと、省略で、英語で、 公開鍵は何とかの方法でここに行かないといけないです。で、この道で誰かの攻撃者はそれを変更することもあり得ます。もちろん。だからそのところをできるだけ難しくしてこのレイロット j p の接続の時に公開鍵はすでにあるようにしてます。これちょっと消します。はい。じゃあちょっと言葉が多かったけど、要はこの ca の公開鍵はすでに ブラウザに入ってます。ブラウザ、例えば Firefox とか Chrome をインストールするときに、そこに Root Certificate Repository っていうものがあって、そこにいろんな公開鍵が入ってます。例えば Verisign とか DigiCert とか c o m o d o とか、いろいろ入ってます、すでに。だからダウンロードしてインストールするときにすでに入ってます。 そしたら、この ray.jp を開くときにはすでにあって、別に、このコネクションで変更することができないんですね。丸説明が終わりました。質問やコメントを言いたいことがあれば、コメント欄に書いてください。また、なんていう、動画の説明も読んでください。そこになんか、新しい情報が入ったら、そこにアップデートしますから。さて。 ご清聴ありがとうございまた。